今週のなんも出ねえよはサクシババースデードッキリ、ハッピーバースデーなお二人に、僕たちがドッキリを仕掛けました。ではリハーサルの様子からどうぞ。イエーイ。仕事してた時にシュシャッと、全員で
なんかさ、いっちゃん祝われてないよ。29日一番あのさっくんだからまあわかるよ、うん、なんでついでに祝われてるいいやんけ10月っていう括りでね。ずるいよ。人生で今が一番かっこいいって自信持って言える自分になりたいです、うん、そんな年にしたい。そんな年にしたい。なるほど。私はそう思う。ほらね、滑ってるでしょ。コンコン釘を刺す。ペットボトル持ってる時点でもうなんか俺と話す好きなんだけど、うん、なんか最近俺が喋っちゃうとみんななんかいや最近じゃない、5年前からしたけど、そう、最近とかじゃないよ俺とサクは本当に、年で言えば一番上なんですけども、いつもこれ忘れてるよとか、あやべーこれ置いてきたとか、車の中に何置いてきたとか、一番多い2人なので、ちょっと年下の方々のお世話になってる状況なので、はい、はい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 、介護をさせていただきます。私は俺らがお世話しようね。おー、年下に、年下に、そう、下克上ということで。さっくん今日誕生日だし焼肉おごってよ。あ、言うやん引っ張っていくじゃない、引っ張っていくんでしょ。引っ張ってくるなら、はい絶対怒らへんな、これは。さっき俺焼肉おごんなくていいから、その分お金ちょうだい。千葉さんなんてツイッターでなんか、はいはい、見ました見ました、ありがとうございます。そう、なんか DJ っぽいやつね。そう、なんかやったね。Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear サクサクサクそうなんですよ。本当は、うん、やんなきゃいけないこともあって、はいはいはい、やってる途中に、飽きたなと思って、ああちょっとさっき誕生日だから、さっきの誕生日のやつ、お祝いしようと思って、はいはい、3分ぐらいで、うん、マステディア、サク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 やって、で、ツイッターに載っけたんですよ。で、真っ先にいいねしてくれたメンバーがシャルです。シャル、どっちかい今の話は嬉しくなかった。めっちゃ嬉しくないな、今の。今の仕事にやってリラックスついでに3分で作ったと思うから、夢だよ。あんま嬉しくねえな。シュウ君、それは千葉ちゃんの手で隠しよ。千葉ちゃんはそんなね、ほんまにさっくんのこと考えて作ってたって座りましたよ。でもさ、みんなの誕生日恒例のさ、うん、シュンからのボイスメッセージ。そうなんだよ、じゃあ今日言ったら、うん、シャルフィーが頼んでないから俺発注されないとやんないから。ちょっと業者みたいになるよ。LINE でなんかその必ずシャルフィーが早い段階でおめでとう、でもね、シュンがもっといいメッセージくれるよっていうのをくれるんだけど、今回それなかったから発注されないのかなと思って、まあ、あ、じゃあ今やってもらいますか。そう、今正確ですから、マジで今じゃあ発注して。いや、さっくん誕生日おめでとう。おめでとう。でも、シュンが俺より面白いボイスメッセージくれるから。マジで、マジかよ。今日終わったらすごくない？今日終わったらこれだってさ、みんな今までさ、どんなメッセージが来たかわかんないんだよ。だって確かに確かに、どんなノリ。ちなみに今まで送ったメッセージどういうのがあるんですか。ちょうちゃんなんだっけな、俺の時はなんかすごい裏声で、あ、裏声いいね、裏声いいですね。チャチャ、千葉くん、誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。じゃあ今のそのサクさんへのこの気持ちみたいな、はい、今思ってる、このほんまに思ってること、今一番思ってることを込めてちょっと聞いてます。ちょっと聞いてもらいましょう。デンジ君。本名。デンジ。おめでとう。どっちもそれで帰ってくるぞ。なんだそのやりとり。おもろい。ということで改めてさっくんお誕生日。